で皆さんは実際に福島県に住んでいらっしゃる方で、実際のそこの生活の話をしていただけますか。お願いします。私は震災以来、去年の6月に帰る、お母さんたちの不安を抱えているお母さんたちで会を立ち上げました。それはやっぱりなぜかというと、国であり県であり市は安全です、大丈夫です、外で生活しても大丈夫、外で運動しても大丈夫、すぐに直ちに体に健康に影響ないから大丈夫ですっていうふうに言われて、直ちに影響はないのに何が大丈夫なのかという不安を抱えて、そういう、それでそのお母さんたちの会を立ち上げました。で、会の内容としては不安に思っているお母さんたちの声を聞くということで、座談会を開いたりですね、あととても野菜、口に入れる野菜、食べ物が外部被曝して内部被曝は避けたいので、口に入れる食べ物を西の方、福島県より産地の遠い食べ物を揃えて皆さんにこう提供したりとかしています。その他にはロビー活動ですね、政治行政に私たちの意見を要望書という形で届けたり、請願書という形で届けたり、そういう活動をしています。うちの娘が今年の3月に小学校を卒業して、その娘の卒業をとともに、今まで郡山市、福島県の郡山市というところに住んでたんですけども、放射線量が高いので比較的放射線量が低い私の実家に4月の中学校の入学はそちらだと思ってそちらに引っ越しました。本当ならもっと遠くに避難すべきなんでしょうけども、去年私の父が入院したり手術したりで、私も一人っ子なので、両親が私たちは年だから置いて自分たちだけ避難していいよとは言われたんですけども、なかなかそうは言われてもそういうふうにはできなくて、私の踏み切りがつかなくて、で結局比較的ないわけではないんですけども、比較的放射線量の低い実家のある地に移動しました。で小学校では外での体育の時は教室の中で待機させてくださいって言って、外での体育、校庭での体育が参加させてくださったんですけども、中学校でそれをすると高校入試の時に影響するっていうので、ちょっとそれではなっていうことも引っ越した理由です。そのまま小学校に一緒に通ってたお友達と同じ中学校に行くはずだったんですけども、やはり一番は健康なので、健康が第一なので子どもの健康のことを考えてそちらに引っ越しました。で、今はそちらの新しい土地で新しい友達もできて馴染んでいるので、それは良かったなと思うんですけども、なんとなくやっぱりこう震災後というかその原発事故後、ちょっと体の調子が悪い、もともと小さい頃は喘息があったりしたので、ちょっとそういうところが咳が出るとか、そういうことがたびたび重なったりするので、私も家ではなるべく気をつけて、食事に気をつけて、玄米だとかこちらでもやっていただいているように無添加のものを作ったり、添加物が入っていないものをなるべく食べさせようと、そういう努力を一生懸命しています。
しはしたものの本当にこれでいいのかということはわからないんで、まあ悶々としながら日々生活しています。本当はもっと遠くに行けば安全な野菜なり安全な食材も手に入れやすいし、体のためにもいいんだけども、やっぱりどうしても離れられないという、そういうしがらみというか、そういうものがあって、だからまあすっきりはしないですね。のだから今中学1年生で、3年後に今度高校入試があるんですけども、その高校を今度どこにいるか、子供だけどっか遠いところ、寮があるところの高校に出すか。でも今のところ娘は私は嫌だったんですね。一人では行きたくない。で、私も一緒に行くとなるとやっぱり生活費がかかるので、それがそれで大変だし、どうすべきか。やっぱりそのまま郡山の高校に引っ越しはしたものの、近い郡山の高校で、その中でも私立だとちょっと除染をしてあるところ、プールは屋内のところなどもあるので、そこに行かせるかとか、今度はそういう悩みが今出てきています。じゃあ私の方は、実際に小学校の学校の現場のお話をしたいと思うんですけども、やはり震災前にはできていたんだけども、放射線の影響で屋外に出れないということで、こんなにもできないことがいっぱいあったんだということに気がつきました。で、日本は義務教育、小中、義務教育なんで、全国同じカリキュラムでやってるんですが、実際に福島の子どもたちはできないことがたくさん出てきています。で、現場の先生たちがそれを少しでも補いたいと思って、宿泊しながら、いろいろ工夫をしながらやっているんですけども、どうしても絶対同じにはできないっていうのがあります。例えば、栽培活動や外に向けの見学学習、それから体験学習、それから、運動、体育の授業が外でできない、水泳は外でできない、で、屋内の運動しかできなくなってきているので、外で遊具で遊んだりもできないので、子どもたちが本当に低学年なんか体のいろんな部分が本当に発達する時期に、そういった運動機能をこう鍛えることができないので、特に持久力が低下しているというふうに、私たちも子どもたちの生活を見ていて思いました。運動会が実際外で短時間でやったんですけど、長い距離走れないんですね。すぐ走るとはぁってこう地べたに座り込もうとするんですけど、座っちゃダメよって、外に出ても砂は触っちゃいけない、お尻をついちゃいけないっていうような、本当にこうピリピリしながら子どもたちにも指導しなくちゃいけないということで苦労しています。それと、去年の、11月ぐらいまではほとんど屋内で過ごしていたので、子どもたちが登校すると、朝8時10分ぐらいに登校すると3時とか3時半までずっと室内にいるんですね。外に出ないので、帰ってもまた家の中でゲーム、テレビゲームをしたり、ビデオを見たり、本を読んだりとか、友達同士の関わり合いができ、子どもが外で誰々ちゃん遊ぼうということで遊んで、コミュニケーション力を育てていくっていうのもできないっていうことがあるなっていうふうに思いました。で、学校の中でもどうしてもやっぱり外に出て発散できないので、怪我が多かったなっていう、廊下をまず走るなって言っても、走れるところは廊下しかないみたいな感じで、ちょっとしたら衝突して怪我をしたとか、怪我もしやすくなったっていうような、保健室の先生もなんかちょっとのことで、こんなことで怪我しないはずなんだけど怪我するよなっていうことを口にしている先生もいました。で、実際に子どもたちの体力が低下しているかどうかということで、7月ぐらいに1年生から6年生まで全員スポーツテスト、体力がどのぐらい落ちているのか、本当に実際に落ちているのかということで、全員がテストをして今データを収集しているところです。で、学校の勉強はそういったところで、あと去年の4月までは本当に広くて、この真夏の暑い時に窓を開けられず、もうクーラーもないところで子どもたちは
仰ぎながら、こうクールしながら、もう冷えピタ張りながら、あの勉強したりして、中にのぼせた水を出す子がいたりとか、でそれで具合が悪くなる子が来てたりしたんです。私たちももう本当に一日中辛くて、でも窓は開けられない。本当に大変な思いをして、でもそういう大変な思いは地元の経験している人しかしない。そこまでは報道で流れない。だから同じ日本に住んでいる東京の友達にその話をするとそこまで大変だったのっていうふうに初めて分かってもらう。だから言っていかなくちゃ分からないんだなというふうに思いました。で、今回の震災ですごく絆っていう言葉があちこちで頑張れ日本って、絆っていうがすごく言われたんですけど、反対の言葉で福島は分断っていう言葉が出てきたんですけども、先ほど田中さんがおっしゃったように、やっぱりお友達の中でも本音が言えない、すごく放射線について心配してる人もいれば、もういいやってもういいんじゃないっていう人もいるので、それが友達だけじゃなくて家族の中で自分の 母親父親ともういいんじゃないのっていうふうに父や母もいれば、いや心配だからっていう子供もいるし、それから夫婦の間でもそこまでやらなくてもいいだろうって、そういうき、そ逆にそういった絆がこう分断されていっている、心の精神面、それから物理的に言っても、先ほど渥美さんがおっしゃったように離れて暮らさなくちゃいけない家族がいっぱい出てきている、放射線をから守るために。だからお父さんお母さんの仕事のために、子どもも別にみんなバラバラになっているという現状があります。で、それがやはり経済的負担にもつながる。とても大変です。食材を安心なものを買おうとすれば高くなるし、雇用に出したいと思って出かけるにもお金がいるし、水を買うのにもお金がいるし、目に見えない負担がすごく増えてきて、そういうのも大変だな。これがずっと続くのかなと思うと、こうフラフラしてしまいそうな感じがします。で、今回やっぱり震災があった時に国の方で情報公開もとても遅い。私たちもっと早く知らせてくれれば、私たちもなんとか自分たちで守ることができたのに、それがどんどん後回し後回してくるので、あの時もしかしたら私たちはもっと放射線を浴びないで済んだかもしれないのにということが後から思ったらですね。で、直ちに被害がないというのも、不信感、その時に私たちが受けたものが不信感としているというので、ずっとそれがこう残っているというのがあって、今それもすごく